別に入れられたくて入れられたわけじゃないんだからね。絶対自分で入れたやろ。今絶対自分で入れたやろ。入れてないんだからね、別に。インパスター、頑張ろう。頑張るぞ。カさんとのさ、インポスター会、ちょっと早く投稿したいんだよな。とりあえず殺し、閉じ込め、なんだ。はい、ストレージでヒルケン殿が下のあのエレクトリカルに当時、ストレージの近くのストレージ側の方でお亡くなりになってました。直前までヒルケン殿をエレクトリカルでお見かけして、エレクトリカルのタスクを2つ済ました後にストレージに向かったらいたっていう感じなので、そこまで前ではないと思います。15秒、いいんですか、今ナビゲーションに5人いたと思うんですけど、誰ですかね。ユイハイブリー、ムツあれさん、あ、じゃあピカクロスさん、マイマイさんかな。ナビゲーションにはいないです。ピカさんはいたよね、ピカさんはいた。ハイブリさん、ハイブリさん、あゆみさん、ムツさんで、ユイさん、ピカクロスだと思います。そうだ、はい、じゃあ5人。ごめんなさい、もう一回お願いします。ハイブリさん、ユイさん、ピカクロスさん、白、水色、緑、黒、黄色、白、水色、緑、黒、黄色、黒、黄色、はい、うんうんうん、ここは白さん。ただ、私が最後に入って、あゆみさんが私の後方から入ってきてるので、あゆみさんがワンチャンキルして、私の後ついてきた説はあるのかなとはちょっと思ったぐらい。ピカさん、アドミンから一緒ですよね。アドミン、私行ってないよ。あれ、どこから一緒なんだじゃ。多少ラグがあると思うんですが、ハイブリ視点はピカ君が一番最初に来てる。ハイブリユイはずっと2人でおり、そこにピカ君が来た感じ。はい、その後ピカクロさんの後ろを微妙についていきました、あゆみです。うん、だから私目線だとあゆみさんがワンチャンできそう、うん、ワンチャンっていうか、なんか一応できる範囲かなと思ったけど。ムツーさんもでしょ。あ、ムツーさんもだと思うよ。あれ、ムツーさん私入った時にいたような気がしたけど、ごめん、ちょっと正確じゃないわ。あ、僕あゆみさんとアドミン一緒に見たわ、思い出した。で、アドミン一緒に見て、 あ、そうそう、で、多分その時ナビゲーション1だったんですよね、あゆみさん。そうなんですよ、ナビゲーション1が死んでるやろっつって、あゆみさんが下ルートから行って、僕上ルートから行って、ナビゲーションで普通に上からは見てます。そのナビゲーションに一番最後についたのが、はい、ゆいさんだってことですか。いや、あゆみさんだね。あ、多分ね、あゆみさんと僕はほぼ同時でしたね。そうですね、ほぼ同時、ほぼ同時。ただ、下から行ったのがあゆみさん。はい、そうです。じゃあゆみさんはワンチャンありますね。ただ、位置的にアドミン出てキルして下通って間に合いますかね。同じタイミングでムツーさんと、上からのムツーさんとついてるんですけど、ギリギリ間に合うかなぐらいかな、多分分かるけど。ちょっと一回もう一回話したいな。じゃあ呼びます、呼びます。あんまりあゆみさん疑ってないんだけどな。ただなんか、そう、ムツーさんの話聞くとなんか行動原理一緒だよなと思ってましたね。あー、確かにね。バレてないのか。とりあえずマイマイさん殺さないと。死ぬ気どころ。そこー
はい、呼びました。マイマイ、あれ、あれ、すいません、遅くなっちゃってマジか。おー、マイマイ見た人います？ちょっと右に行ってる。マジか、マイマイ、マイマイ初手右。じゃあ私とか相当疑われるな。いましたね、ウェポンとかじゃないですかね。あ、いや、ウェポンはね、ハイブリさんがいた、はい、ずっといたので。あ、じゃあ抜けたとか。そうでね、私が一回抜けて、それでナビゲーションのところのタスクを少しやって戻ってきてるような感じだから私は多分疑い値になっちゃうかも。いい、ちょっとこれで気になるのが、一番最初のキルの方の陸さんの最終位置だけ僕知らないんですけど。メッドベイです。発音いいな。メッドベイですね。はい、で先端さんが今コミュニケーション後から入ってきて、じゃあ同じ右ルート一応先端さんも取ってるってことですよね。いや、僕は引き返して、下にボタンを押す人いましたね、待機してましたね。汗がゆみさんかな。あ、はい、そうです。それを見て、下から行きましたね。はい、一回右行こうとしたんですけど、まいまいさんとかが結構3人ぐらい右行こうとしたんで、あっち、これコミュニケーションいかないなと、うん、なと思って、はいはいはい、引き戻ってって感じですかね。初手が、まあ、初手のことで戻るんですが、まいまいも候補入ったんで、結構絞れて、先端さんかリクさんかリンネさんのセリフぐらいじゃない？そうですね、最初のキルは。もう一回確認したいんだけど、下位置はストレージのどのあたりでしたっけ？リンネさんはどこですか？ストレージの、下の。下の方ですね。ゴミ捨てのところ、急のところ。ゴミ捨てのところ、ゴミ捨てのところ。あ、ゴミ捨てのとこか。じゃあ怪しい私。あ、ゴミ捨て、申し訳ない。補給の方です。補給の方ね。あ、補給ね。あ、そしたら僕あゆみさん白いですね。そしたらあゆみさんぐるっと回っていかないといけないんで、うん、多分同時につくの難しいと思いますね。ごめんなさい。あとだとしたら私、ブリちゃんとエレクトリカルからナビゲーションまでほぼ同じ動きではあるんですけど、ストレージを回った時は私自身ブリちゃんを視認しないんですよ。要するに上回りで行ったか下回りで行ったかとかもわからないので、なので私自身ブリちゃん隠しろとは言えないです。まあ、いや、だからそもそもだけど、直近でリンネさんが見ているヒルケンさんがあるので、エレクトリカルでだから直近がね、うん、その15秒以内とかだったらないんだけど、その直近感の違いがあるかなと思って。どうめちゃくちゃタスクしていったから絶対しろだよ。大丈夫か。ここいや、まあ陸さんか先端局長さんどっちかの気がするけどね、うん、別に入れられたくて入れられたわけじゃないんだからね。自分で入れたやろ。今絶対自分で入れたやろ。入れてないんだからね、別に。しないようにね。さあ、どこにいる？セキュリティカフェ、無室カフェ。しぶき見えたかな。あらあら。あら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 。はい、アッパーエンジンの下のタスクの前でハイブリさんが死んでます。アッパーエンジンの下のタスクの前。はい。アッパーエンジン、アッパーエンジンの下のタスクの前。あ、ちょっと前にアドミン見たときにめっ。メッドベイにセキュリティ1、アッパーも1いたかな。リアクターを直したときに、直し終わりで、ムツー殿がアッパーエンジンに抜けて、アイミ殿が、下の下部エンジンの方に抜けていって、我は下のアイミ殿
が行った後に ついては行ってないんだけど、侵入してないんだけど、そのまま抜けて、ストレージに抜けてったので、あのハイブリさん、20秒前ぐらいまではカフェテリアにいましたね。結構アクな20秒だと、うん、カフェテリアから、左方面に行ってたってこと。カメラ見てたのは誰ですか。カメラ見てたのがピカクロスで、途中で離れてるんだよね。一瞬聞いてましたね。そう、リクさんがナビゲーションにいたぐらいまでは見ていた感じかな。そのタイミングで切ってるんだよ。そう、カフェテリアで、カフェテリアまでハイブリさん追い回してチキンがと思いながら、カフェテリアで別れて私はナビゲーションに行って、でハイブリさんは左に行ったんだと思う。で、私目線だとだからリクさんができにくそうだなと思うんだけど、ヒルケンさんが亡くなってるので、それがどこなんだろうなって感じになっちゃう。ヒルケンなのが最初じゃない、あゆみさんなんですよ。あゆみさんか、あゆみさんがどこで亡くなってんのかなって感じかな。最後にだからさ、ペアずっとペアコードで動いてた人とかっています？いないよね、さすがに。動いてないです。ずっとはないな。中までハイブリさんと歩いてて、そこでユイさんとすれ違ったぐらいだな。そう、メトベイの前ですれ違ったよね。うん、でピカさんが僕の後ろ証明してくれるかな。アドミンに入るのを多分カメラ映ってたんで。うん、それは見てる。ごめんなさい、映ってきたいな。リクさん、私メトベイですれ違った時、カフェテリアの扉が閉まってて、リクさんとハイブリさんはカフェテリアの方に抜けていこうとしてたように見えたんだけど、下位置があったのはアッパーエンジンなんだよね。だからハイブリさん戻ってたってこと？それレクさん見てる？あ、そう、あのアパイチ行こうとしたら扉閉まったから、あ、脅したろと思って、そこからハイブリさんを追いかけ回してた。わかんねえ。だから結構無痛殿の行動聞きたいな。俺最後ユイさんとずっとメドベイにこもってった。あ、上には抜けてる、確かに。おっしゃる通りですね。抜けてます。すごい綺麗な別れ方だね。これ多分まだ一人も釣ってないですよね。やばいですね。やばい。うん、ちょっと鳴らすか俺。間に合うか。間に合う。投票画面に行けてません、すいません。はい、おっと、はい、宇宙さんが押してくださいました。はい、ありがとうございます。落ちました。誰だ。僕の行動、一応さっき話だったんで言いますと、確かにアッパーから抜けて、でそのまま普通にメドベー入って、ユイさんと合流して、ユイさんと一緒にタスクやって、ユイさんが身体管理のタスクやってるんですけど、メドベーの2はそれか。はい、あ、そうですね、メッドベイやってるのをなんか眺めてました、ずっとちょっと離れたところから。あ、なんかそう、ユイさんとムツーさんがメッドベイに入ってるのは確かにカメラで見てた。うん、あそこじゃあお互い難しそうとかありますか。ユイさん目線、ムツーさん難しそうとか。ムツーさんと私ってどのタイミングで出たかって覚えてます？そのいや、それはね、覚えてないから多分切った後なんだと思う。ムツーさんは覚えてますか。切ったっていうのは、あ、カメラを見てて、ムツーさんとユイさんが、あ、わかんないな、カメラが切れたタイミングがわかんないですね。ムツーさんとユイさん、先にそのユイさんが出てレポートみたいな感じってこと。一緒に出てユイさんが左アッパー側行って、僕カフェの方行って、別れてすぐなったって感じですね。ってことはユイさん目線、ムツーさん難しい。ごめんなさい、カフェテリア方面にムツーさんが曲がったのとかはちょっと確認できてなくて、ほぼ同時に出たと思うけど、なんかずれてるんですかね。僕の画面だと一緒に出て、僕右行って、ユイさん左行って、すぐなったから、うん、左にアッパーにあったんだなって思ったって感じですね。ちょっと、私視点はちょっとそこ確証はないんですけど、ただ、まあそんなに疑ってはないです。リンネさんはどちらいらっしゃったんでしたっけ。エワラーは、最終位置はストレージなんですけれど、リアクターなって直した後に、下部でストレージに向かったっていう流れですね。結構乱暴なんですけど、最初のキルで浮いてるリクさんと先端さんをローラーしてとりあえず確実に位置するっていうのはダメですかね。ミスったら多分1キルで終わっちゃいますね。要は2つインポスターが残ってるから、どっちみち、うん、でも一番絞れてるのそのタイミングだと思う。でも今回絞れてるんじゃないですか。リクさんと僕と、
ゆいさん、まあ、ゆいさんセルフ一応あるけど、むつさん無理なんでしょ、うん、リンネさんぐらいしかないですか、そのアッパーのキルが。まあ、ベント移動、まあ、カメラ映ってないのはベント移動で抜けていったって言ったら分からなくもないぐらいですね。リクさん、確かに怪しいんですけど、思いっきりハイブリさんとリクさんが2人で一緒にいるとこ私見てるんで、その後殺すっていうのはちょっと考えづらいってづらいんですよね。あー、わかんねー。わからんなあ。独身するか。あい、まあ、とりあえず。いやー、これは終わるな。全力で可能ならば、押してください。まずい。待って、間に合うか。ほら、停電カチカチじゃん。ほらもう、やいやさあそうなんだよな、いや推理ができねえピカクロスさんは黒なんだよな、そうなんだよな、いや負けた、すごいナイスです、センターさん、すいません、ちょっと強引にちょっと最後いっちゃいました、申し訳ないです、リネさんとか申し訳ないです、あ、いえ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 、まあ、独身だからつるって言った人が一番ひどいですけどね、扱いがいやー、お疲れ様でした。楽しかったな。負けた。ほら、はい、どのような、あ、どのようになったんですか。初手切るって、先端さん、弁当使いました、はい、弁当使った瞬間、3人目の前に現れて、終わったーと思って、エレクトリカルで。最初ってことか。そう、リンネさん殺そうと思った瞬間、ヒルケンさんと、マイさんがいらっしゃって、あ、終わったと思って、はい、とりあえず口封じで2人とも殺しときました。そういう感じか。強い。そう。言えばいや。いや、危なかった。いや、ベッドベイから入ったってことですか。セキュリティからです。セキュリティから入って、ずっと待ってます。ずーっと弁当の中にいて。怖え。だったら2人とも引き返してきたんで、終わったと思って。うん。あー、すごいな、あのキルちょっと割とリスク高いなと思ったのに、すげーと思って。あー、いえいえ。ハイブリさんはどちらが？あ、私です、ピカクロスです。あの、ハイブリさんがこっち側走ってきてるのが見えたので、1キル稼いとかないとって思ってハイブリさんキルして、1回セキュリティに戻ったって感じでしたね。はい、いやー。だってその直前にね、リクさんがめっちゃ追っかけてくんねんもん。何してんだよなんかチキン。巨人ムーブが。俺なと、いや、閉じ込められた時にあドア閉まっちゃったから、あの、あ、そっか、ドア閉まっちゃった、でも行きたいなと思ったらハイブリさんが離れていくから、あ、なんやろ、追い回したろって思ってだってほぼ初手でリクさんか先端さん候補やから、あ、これまずいなと思って離れたら、ほんまに普通に追っかけてくんねんもん最初なんか最初は一歩ずつやねんけど、だん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 ペース上げて追っかけてくんねんで、めっちゃ怖いやん怖い、トン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 ってちなみにマイマイはどこでやれてたんですか。あ、私はですね、あの、始まってアドミンとあの通路ですかね。え、そっちなの。あの辺でもグサーンとやられまして、あれ、あ、ちょっと右に行ったって言ってた人たそう、右やと思ってあれ、右行ってなかった。あれ、うち右だったっけ。なんかもう一瞬の出来事でボタン押すのに必死でして、あの、センターさんの一瞬の出来事をもうど忘れしました。どこでしたっけ、センターさん。はい、ごめんなさい、ぼーっとしてました。何でしたか気が抜けてる。なんかね、え、私を殺したのってアドミンの通路でしたっけ。アドミンの、そうですね、そうですよね、はい、そうでしたね、グサッとやられましたよね。それですぐボタンが押されて死体が隠れちゃった感じでしたね。はい、そうです、はい、そう、素晴らしかったです。でそうじゃ消えますよね、それはね、そこで、うん、すごい口封じされた。口封じは、すいません喋らせてはならねえと思って私も気づいてなかったんですよ。あの、ヒルケンさんとリンネさん顔似てるねとか言ってて全然できたこと全然気づいてない申し訳ない。僕も全く気づいてなかったっす。あ、ねえ、匠ですね、すごい。いや、悔しい。ということで
以上をもちまして本日の、はい、いや楽しかった楽しかった楽しかったちょっとなんか口調とか強かったらすいません最後の試合とか特にいや全然大丈夫ですいやツンデレでしたよツンデレでしたツンデレでした強くなんてないんだからねいや最高の煽りだ